こんにちは、即歌塾,、えー、塾が今のような形でポータルサイトを設けてそこを中心に情報発信をするようになったのは実はね2017年からなんですよ2017年というと私自身も隠居を始めた最初の年になりますそれまでは基本的には毎月リアルセミナーをやっていたんですよねそしてそのリアルセミナーを補填するものとして動画を毎日送っていたんですよ だから動画を一つのポータルサイトにまとめるってことは基本的にそれまでやってなかったんですよね。まあでも動画のアップロード本数は多かったですから多分くっついてくるね熟成さんも結構きつかったんじゃないかなと思います。そしてプロジェクトが始まると必ず私はメールマガジンを作りましたメールマガジンを毎日毎日送ることによってそこから搭載された動画の方を見ていただく。 搭載された情報を見ていただくことによって、まあ、学びが深まるって感じですよね。で、そのそれぞれのプロジェクトには60日とか90日っていう風な期間限定を設けまして、その間をずっとサポートさせてもらったって形になります。 でですんでね、例えば VIP アフィリエーター養成講座っていうのがありましたけどもこちらの方は90日でお送りして90日の上にその間にね、で100万を、ね、どういうふうに稼いでいくかってことをやったわけなんですよ実際に90日の間に100万稼ぐことは不可能ではありませんので何人かの方はね、3ヶ月で100万というのを達成するつまりは月間で30万以上、うん、働いている会社の給料より多いというものを経験するんですよなのにですよなのに辞めるんですよ人はうん で、私が自分のチャンネルを1万人にしたそれを見ている人もやめるんですよもともと私が即歌塾を始めた時って YouTube のチャンネル登録なんて500人もいないもっと言ったら0人からですからね当たり前ですけども0人から始めてなんとなく動画を出していったら500人ぐらいになったんでその頃に即歌塾を始めようかなみたいな感じで、えー、YouTube を整備したっていうのがね、あのー、その当時の流れだったと思います最初は自分の経営してるお店の宣伝にと思って YouTube 撮りましたんでね あと片っぽでは、その可愛らしい女の子があの歌ったり踊ったりしているものをね、そのローカルアイドルさんというくくりで撮っていったのが私の YouTube の最初の経験になります。ですんで何かに向かっていったというよりも、とりあえず YouTube ってものがどんなものか使ってみたってことなんですよ。まあでもね、指導者が当時いませんでしたけども、今は僭越ながら私も人を導く立場にいます。で、レールをそこそこ作っていて、 そしてアクセスの低い人には私のチャンネルから放送しますよっていう形でレールに乗せてあげたりしてるわけなんですよねそれでもやめるんですよ YouTube が収益化ってものが始まってチャンネル登録1000人っていうね一つの節目ができましたよねでも私が始めた頃は収益化自体がなかったわけですからでもやっていたわけなんですよ何年もねそう考えていくと条件が揃っても条件が揃わなくてもやっぱりやれないもんだなと思いますよね <laughs> まあですんで私もいろんな角度からいろんな刺激を与えながらね、あの、続けていただくってことを、まあ念頭に情報発信これからもしていかないとなと思います。で、いろんな方がこの数年間でも入れ替わりましたけども、すごいでしょう。やっぱりね、ナミさんずっといるわけですよ。うん。で、ここで不思議なのはね、稼いでる人っていうのは今日もやってるんですよ。稼げてない人っていうのはなぜか今日もやってないんですよ。うん。これ逆説的ですけども、 継続すれば稼げるってものではありませんが稼いでる人っていうのは少なくとも今日も継続してるんですよねでもともと今働いてる職場に不満があるからネットで稼ぎたいと思ってるはずなのに結局忙しくなってくるとどっちを選択するかって言ったらネットをやめてその嫌な仕事をやるんですよねそれじゃ嫌な人生が続くだけじゃないですか受け取っても素晴らしいとか思えるような給料をもらえない嫌な収入が続くだけなんですよねうんだからそう考えていくとね うんだから頭を使うってことは非常に大事で新しい自分になろうと思ったらその想定できるような未来に向かうんではなくて想定しなかったような未来に向かないといけないってところが一つとあとはね変化を望むなら少なくとも今いる場所から離れないとっていうところだと思いますよ。うん、はいということでね補足動画は以上のような形になります。じゃあたくさん次回もよろしくお願いします。<laughs>